はい、どうもヒデです。今回はお尻の外側のトレーニングをしていきます。フォームが結構複雑なので少し細かく説明していきます。一緒にやってみてください。まずまっすぐに立った状態から足を後ろに下げます。後ろに下げたらもう半歩後ろに下げて、その分かかとを持ち上げてつま先立ちになってみてください。手は腰の横です。そのまま膝が前に出ないようにお尻を真下に運びます。戻して、もう一回同じこと。戻して、もう一回同じこと。戻す、同じことをやって戻す。はい、でこれ腹筋に力が入ってないとこうブルブル肩からしてしまうので、まっすぐ腹筋に力を入れたまま下げてみてください。はい、で悪い例が2つあるのでここだけ意識してください。前にある方の膝が前に出ちゃうと意味がないので、膝はここにあるままお尻を真下に運ぶ。膝はここにあるまま運ぶ。もう一つ、猫背にならないように肩甲骨をしっかり寄せたまま、体勢が変わらないように真下に運んでいってください。ゆっくり戻す。下に行った時に空いてる方の手でお尻と太ももを触ってみてください。この辺の筋肉がキュッとしっかり固まってれば正しいフォームでやれてます。では女性陣にやってもらいましょう。はい、では今説明したお尻の外側のトレーニング一緒にやってみましょう。15回頑張ります。3秒数えながら下に行きましょう。せーの、1、2、3、戻す、2、2、3、戻す、3、2、3、戻す、4、2、3、戻す、5、2、3、戻す、6、2、3、戻す、7、2、3、戻す、8、2、3、戻す、9、2、3、戻す、10、2、3、戻す、1、2、3、戻す、2、2、3、戻す、3、2、3、戻す、4、2、3、戻す、5、2、3、戻す。はい、OK。足を閉じたら逆足、もう半歩後ろで、かかとをしっかり持ち上げて、せーの、1、2、3、戻す、2、お尻の筋肉意識して戻す、3、前太もももちょっと痛いよ、戻す、4、2、3、戻す、5、2、3、戻す、6、2、3、戻す、7、2、3、戻す、9、2、3、戻す、10、2、3、戻す、1、なんか戻るの早くない？3、戻る、なんかやった今、2、3、戻る、はいはいはい、戻す、ラスト、2、3、はい、 OK。太もも痛くない？すごいなんか演技っぽいけど、はい、これは結構前の太ももにも来るので、太もものトレーニングにもなるから、お尻の外側と太ももの前の部分、足を細くするっていうイメージでも、お尻を上げるっていう意味でも、両方を頑張ってみてください。はい、汗が止まりませんが、もうワンセットいきます。はい、さっきより早い感じでいきましょう。はい、いきます。せーの、1、戻す、2、戻す、3、戻す、4、戻す、5、戻す、6、戻る、7、戻す、8、戻す、9、
戻す10戻す1戻す、お尻が辛いけど頑張って3戻す、みんなも一生懸命頑張りましょう5戻す6戻す7戻る8戻る9ラスト10はい、OK。そのまま逆足も行きますよ。しっかり足開いて、かかと持ち上げて、行きます。せーの。1、戻す。2、戻る。3、戻す。4、戻る。5、戻る。6、戻す。7、戻す。8、戻す。9、戻す。10、戻す。1、戻る。2、戻る3戻る4戻す5さあ6腹筋力入れて俺がね戻す8戻す9戻る10はい OK。 はい、これがはい、お尻の外側の筋トレになります。お尻の外側を鍛えることによってお尻がキュッと中に入ってきてくれるので、皆様も頑張ってやってみてください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた遊びに来てください。バイバーイ。